燃料噴射装置。燃料噴射装置。燃料噴射装置はガソリンエンジンなどの横合燃焼機関で液体の燃料を吸入空気に霧状に噴射する装置である。燃料に圧力をかけて噴射するため絞り部、ベンチュリに生じる負圧で燃料を切りするキャブレターと比較すると温度、湿度、気圧といった環境条件に左右されずに切り替を制御しやすく。 絞り部に起因する吸気抵抗が生じないためエンジンのポンピングロスを低減できる。また、キャブレターよりもレイアウトの自由度が高く、吸気バルブ直近で突出できる。こうした理由から第二次世界大戦前からレシプロエンジンを搭載した航空機で採用が始まり、戦後から自動車用途に普及が広まり、キャブレターに置換がって主流の方式となった。一方で、作動には、 電気が必要で構造が複雑精密であることから汎用エンジンなどの下半径作業機械用エンジンなどでは採用されない。第二次世界大戦終結までのドイツ空軍で航空用エンジンとして盛んに用いられた。特に戦闘機は高い機動性が要求されたことから安定した燃料供給が必要不可欠であり燃料噴射装置はキャブレターよりも有用で メッサーシミット BF-109 は他国の戦闘機がキャブレターを搭載していた当時に燃料噴射装置を採用しマイナス G2 でも燃料供給が途切れず背面比で優位に立った。日本やイタリアでもライセンス生産され燃料噴射装置は三菱重工業が開発、製造した航空機用エンジンの火星後期型や金星末期型に採用された。 自動車への適用は1954年に発表されたメルセデスベンツ 300SL が最初であり、同時に自動車用としては世界初のガソリン直噴エンジンでもあった。コンピュータ技術の発達に伴い燃料噴射装置はエンジンコントロールユニット、駅により制御されるようになり、噴射量をエンジンの負荷や回転速度といった 運転状況に応じてきめ細かく変化せられるようになった。これによりエンジン出力の向上と燃費の改善だけでなく排出ガスに含まれる有害成分を低減することが可能となった。レシプロエンジンの民間用航空機では電子制御式燃料噴射装置の採用は電子制御の信頼性が確立されていないなどの理由で自動車用に比べるとやや遅かったが 1990年代以降はほぼ全面的に置き換わった。高度により大気圧、空気密度が変化する航空機では空燃費コントロール操作が操縦者の負担であったが電子制御により自動化が容易となった。オートバイでは1980年代にホンダ技研工業が電子制御の燃料噴射装置付きエンジンを実用化し、 日本国内市販車では1982年、昭和57年に、川崎重工業の Z750GP、Z750V1 に、初めて採用された。2003年、平成15年10月3日には、ホンダ義兼工業が原動機付自転車用 49CC4 ストロークエンジンエンジンを搭載した。2004年、平成16年10月に、 鈴木が燃料を重力落下式とし、燃料ポンプと噴射のツールを一体化した、ディスチャージポンプ式 49cc4、ストロークエンジンをレッツ4に搭載した。この方式では、燃料ポンプと高圧に耐える燃料パイプが不要となり、コストを低減させるとともに、気候の信頼性を確保した。オートバイ用として、燃料噴射装置が普及するようになると、 スロットルカイドに対するエンジン出力上昇が急速な特性を緩和する方策をとる。車種登場した。これは一つの吸気経路に二つのバタフライバルブを直列に設け一方をアクセルワイヤーで動作。もう一方は駅で制御されたアクチュエーターモーターで動作させるツインバルブともこれる機構で、駅制御バルブは運転手の操作に対するスロットルカイドの応答を抑える働きをする。 排気量が比較的大きな車種に採用される。ニストロークエンジンでは、1外機イキやスノーモービルで採用されている。1990年代に、ホンダ技研工業が、レース用バイクの NSR500 に採用したが、市販車への採用は見送られた。コロラド州立大学の支援を受けて、非営利企業のエンウェイロフットは、東南アジアにおける、大気汚染を減らすため、 オービタレ社の開発した技術をもとに2ストローク自動二輪向けの改造キットを開発した。燃料タンクに備え付けられた燃料ポンプにより、燃料系統パイプに常時高い圧力、燃料圧力がかけられる。燃料系統パイプの末端に設けられたインジェクターは、電気信号の入力で内部のプランジャーが作動、もしくは機械式噴射ポンプによって高圧となった燃料により、 改便することで、スプレーチップ先端のノズルから、インテークマニホールド内の吸気、ポト付近に燃料を噴射する。電子制御式インジェクターは1分間に噴射できる。燃料、300cc、ミントの数値で判別できるが定められており、エンジンの排気量や性能に応じて、最適な容量のインジェクターが、設計時に選択される。規定噴射量は、 ごく簡単にはキャブレターにおけるメインジェットと同様に先端のノズルの光景によってほぼ決定され穴が大きくなるほど同じ燃料圧力でもより多くの燃料が噴射できる。逆にノズルの光景が同じであっても規定の燃料圧力が異なる場合には燃料圧力が高いほどより多くの燃料を噴射できる。実際に エンジン内に噴射される燃料の量は、インジェクターの1分あたり噴射量と改便時間、及び燃料圧力レギュレーターによって決定された燃料圧力によって制御されている。基本的な噴射時間は、エアフロメーターで計測された吸入空気量により決定されるが、そのままでは、ラフなアクセル操作などにより急激に燃長が濃くなった際に、エンジンが不調となったり、排気ガスの濃度が増すため、 排気管内に設けられた O センサーで空燃比を計測し、その計測結果に応じて改便時間の補正を行うことで高性能と排出ガスの低エミッション化を両立している。初期のインジェクターは水鉄砲様の単行式プレーンノズルであったが、近年のインジェクターはスプレーノズルの概念を取り入れ、ノズルの内部構造を複雑なものとしたり、スプレーチップ先端に 複数の穴が開けられた樹脂カバーを装備することで燃料の切り替えをより促進してさらなる燃焼効率の向上を図っているものもある。2013年現在、ほぼすべての燃料噴射装置が電子制御になった。電子制御式が普及する以前の機械式による燃料噴射の技術。燃料噴射量の決定に電子式の演算装置を用いないもの全般を指す。 この時期の機械式インジェクションは主にエンジンの出力アップを目的としていたため、その後の排出ガス規制には適用できず、電子制御式にとって変わられた。燃料の噴射に電子的な演算を行うタイプを広く指す。2013年現在、燃料噴射装置やインジェクションというと大抵こちらの電子制御式である。なお二輪車等で排出ガス規制の対象外の 車種においては、電子制御式ながら、主として、アクセル回路とエンジン回転数から、噴射量を決定しており、実際の吸入空気量、質量を計測していないものある。シリンダーごとではなく、全シリンダーに対して一括して一箇所、一個の足二個のインジェクターで燃料を供給する方式、SI や SPE などと省略される、低圧燃料噴射装置とも呼ばれる。 燃料を噴射するインジェクターと、かくし、均一性の高い混合儀にするミキサー。それらを収めるハウジングからなる。キャブレター方式のエンジンにも、最小限の設計変更で搭載が可能で、吸気抵抗の低減、古い設計のエンジンの電子制御化などが、比較的ローコストで実現できる。インジェクター総数が1本。 ないし日本程度で済むため、運輸形式に比べて、インジェクター不良によるエンジン始動不能の確率が相対的に低くなることや、インジェクター不良による各機頭への噴射量ばらつきに起因するエンジントラブルが起こらないというメリットがある。しかし相対的な性能では、運輸のポート噴射式インジェクターには及ばない。航空機用としては日本では、中島飛行機が、えいや、 こまれの末期型用に開発した。しかし、空冷性型エンジンの、隠しリンダーに均一な混合技を均一な圧力で供給することが難しく、改良も進められたが、実用化と、ほぼ同時に終戦を迎え、実績は、ほとんど上げていない。自動車用では、日本車での採用例は、トヨタの C、採用エンジン例、1S ルー4 s イ、日産の A、 採用エンジン例、CA18IGA16ISR18DIVG30i、また中島飛行機の後ろ身である、富士重工が 1800cc エンジンのレオーネ EA82KRCONEEJ18K、レガシーの初期にスプフィーと称して採用したほか、軽自動車用のスバル円型エンジンで採用し、これらのメーカーは燃料噴射装置付きエンジンの中でも、 比較的低廉なグレードのものに SP を採用していたが、三菱の EC 採用エンジン 0G63 バイト、G54 バイト、G32 バイト等の縦置きエンジンは各ポート噴射式のんピ EC マルチを本格的に採用するまでの間はターボエンジンなどの上級グレードの車種にも積極的に SP を搭載していた。三菱の SP は スロットルボディの前に配置された2本の大容量インジェクターがスロットルに向けて集中的に燃料を噴射する独自の形式で WRC に参戦する車両ランサー EX ・スタリオンのエンジンにも市販車と同じ構造の SPE を使用し多数の実績を収めている。こうした SPE の中で一番の成功例はホンダの第1機 F1 用エンジンであろう。 1964年から1968年にかけて2章を記録。日本国外のメーカーで日本での馴染みの深い車種としてはイギリスローバー製のミニがその末期で採用した。アメリカでは古いエンジン用にキャブレターをインジェクションに変更するレトルフィットキットが現在でも市販されている。シングルポイントインジェクションの後に登場した技術で インテークマニホールドの吸気ポート付近に、シリンダーごと1本のインジェクターを配置し、各シリンダーに独立して、燃料を噴射する方式である。運費などと省略される。SPE に比較してきめ細かな制御が行えるために、高出力化や高度な排ガス対策が行いやすい利点があり、現在では、燃料噴射装置のほぼ全てがこの形式である。しかし、SPE に比較して、 インジェクター総数が増えるために、特定の気筒のインジェクターが不調となることで、エンジン全体の不調を招く、可能性が相対的に大きくなる欠点がある。原則として4気筒の場合には4本、6気筒の場合には6本インジェクターが配置されるが、その噴射方式には大きく分けて、下記の3種類が存在する。現在主流の形式は、シーケンシャル噴射であるが、 さらに厳密には各シリンダーの燃焼制御が完全に個別に行われているかどうかは、オーセンサーの配置に大きく影響を受けることに注意が必要である。極めて高度なフィードバック制御を行う場合には、オーセンサーが各気筒の排気ポートに独立して配置される必要があるが、コストの問題で、シーケンシャル噴射であっても、オーセンサーをシリンダー爆単位もしくはエンジン、 三元触媒に対して1個しか持たないものも存在する。このような場合には個別に、大センサーが配置されるものよりもシリンダー単位での燃焼制御は、やや大雑把なものとなっしまう。気筒ごとに2本のインジェクタを持つ配置する方式。後述の追加インジェクタのように異なる仕様のインジェクタを組み合わせることも可能だが、同じ仕様のインジェクタを使用することが多い。 一本の大容量インジェクターでは、細かい噴射量の調整が難しく、無効噴射時間の増大による制御性の低下、燃料切り化性の悪化、噴射時間の長大化などの欠点があるが、二本のインジェクターで行うことでこれらの欠点が解消できるため、レーシングカーなどでは、比較的用いられていた手法となる。近年においては省燃費を重視する量産車においても、 採用が進んでいる。従来の吸気にバルブのエンジンでは2つの吸気ポートに対して一つのインジェクタで対応していたが、これらは2本のインジェクタがそれぞれのポートに対応する構成となっている。噴射燃料が微流化することで燃焼が安定、特に EGR を大量に導入することが一般的になってきている。小燃費車においてよ、多くの EGR の導入が可能となるなどメリットは、 大きい。さらにインジェクタを吸気バルブに近い位置に配置し、噴射制御を最適化することで、シリンダ内へ直接燃料が入る割合が増え、燃料気化によるシリンダ内の温度低下が期待できる点も大きい。これにより、ノッキングを抑制されるため圧縮比を上げることも可能になる。ノッキング抑制は、シリンダ内に直接噴射する直噴エンジンほどではないが、 コストのかかる高圧インジェクタやポンプ、それらに対応する補機類が不要であり、インジェクタ像によるコストの増加はあるものの既存のポート、噴射エンジンの若干の改良で対応が可能である。同機構の国内メーカーにおける故障は、日産ではデュアルインジェクター、ホンダではツイン,インジェクションシステム、鈴木ではデュアルジェットエンジン。 デュアルインジェクトを含む複数の機構を採用したエンジンの総称、ダイハツではデュアルインジェクタとなっている。同機構は量産者としては日産が世界初としている。気筒ごとにインジェクタを持つマルチポイントエンジンでは、冷感時の指導性の向上のためにコールドスタートインジェクタを持つものがある。キャブレター時代のチョーク機構の代わりというべきもので、冷却水の温度が 一定以下の状態や排気温度が一定以下の状態で作動するようコンピュータで管理されている。真冬の寒冷地などでエンジン冷却水路内のサーモスタットが開きっぱなしになった場合など水温がなかなか上がらない状況などでは動きっぱなしとなり燃費の悪化につながる。いわゆるチューニングカーでもターボチャージャーの大容量化などの著しい出力の向上を図る。 ための改造を行った場合に、標準のインジェクタではもちろん、純正を置き換えるタイプのインジェクタでも、燃料噴射量が不足する場合がある。下級圧に対し燃料が、リーンとなれば、ノッキングの原因となり、結果燃焼室、ピストントップの冷却が追いつかず、熱を持ったピストンが棚落ちするなど、エンジンブローの原因となる。そこで、元々のインジェクタに加え、 高価吸圧条件下で燃料を噴射するようなインジェクターを設け出力空燃比に近づけるセッティングを行うことで高価吸圧下での燃料噴射を確実に行う。実際のセッティングは排気温度計と A、FK を主に用いて行う。当然、エンジンブローに至るまでのマージンは少なくなる。インジェクターはキャブレターに比べて経年劣化や長期放置による 不具合の発生は少ない。そのためバッテリーを上げない限りは、ほとんどの場合指導や、通常走行に支障が出ることはないと言える。しかし、下記の要件によりエンジンの初期性能は、次第に発揮できなくなってくるため、旧式化した車両を維持する際には、各項目につき個別のメンテナンスは必要になる。これらの経年劣化のうち、燃料ポンプや、 エアフロメーターに起因するものは、エンジンの始動困難など、その車両の円滑な運行に、重大な支障をきたす恐れがある。また、インジェクター本体に起因するものは特に、運気形式の場合、各気筒に供給される燃料の量に、ばらつきが生じる直接の原因となるため、アイドリングの不安定や、低回転域のトルクの低下などのようとなる。 基本的には不具合が生じたインジェクターは新品に交換するしかないが2000年代前後から超音波洗浄機を用いてインジェクターの噴射パターンの改善や噴射量の均一化を行うサービス登場してきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。